ジョー・マドカジ、ジョー・マドカジ、日蓮仏教研究所は、福寿さん、ジョー・マドカジが設立した、仏教研究機関。かつて、江戸時代に、日蓮修理院の学問所、中村団林と関係の深かった、ジョー・マドカジが、その育英事業の一環として、旧団林の学風再興と、教学研鑽、送総風教育を目的に設立した。所在地は、 東京都新宿区西新宿7-12-12のの。研究所のビルは、元は信用組合の支店として1972年、昭和47年に建設され、その後はオフィスビルとして用いられてきた。その後は基質となったビルの用途について検討が続けられ、2005年に教学の研鑽と送風教育を目的とした研究所開設の方針が決定。 同年末までに改修工事を終え、翌年4月29日に改所式が行われ正式に発足した。所長には、上窓か寺前住職、文学博士で、パーリ語学者の及川晋介が就任。他に顧問と主任が置かれている。研究所ビルは4階建て。1階は会議室、2階は事務所と倉庫、3階は研修室と学僧控室、4階は 学僧控室となっている。研究所内には、病犬大使画像が法案され、学業増進祈願を日々行うこととなっている。これは、1631年に、当時学僧として、中村団林に学んでいた後の美信28世、秘伝商人が、学業成就を願って描いたと伝わる画像で、かつて、日蓮修人員の教学機関であった各地の団林において、学徒が、 その学問常時を、ダンリンの珍珠北新明剣大菩薩に祈願した古事に習ったもの。なお、研究所の自由公正な活動を維持するため、上窓火事とは独立した会計制を採用している。帰関し、日蓮仏教研究を刊行し、研究成果を公表している。毎月1日と15日には、学室月例会が行われている。会の内容は以下の通り。なお 月例会には事前申し込みにより誰でも参加できる。ありがとうございます。